はい、では神社参拝していきたいと思います。参道はもっと長いんですけど、途中でお家があるのでちょっとショートカットしようかな。神宮皇后様とはなんか結構縁がございまして、私がなんか適当にこう行ってる時もあるんですね。その行こうと思ってた神社があるんですけど、その他にもだいたいこう天照大神様祭り、神宮皇后祭り、様祭り、神宮皇后様祭りとかって、そういうなんかこう自分のよく行きたい、好きだ、信仰したいと思う神様のところに行きますね。特に調べて行かなくてもそういう風になったりします。ハトがびっくりした。ハトだ。お世話もたくさんあるんですね。まあ、神宮皇后様がこの地で採取されたというだけで、私はなんかこう来てよかったなと思いますけどね。お賽銭こちらで、まあ、アルコールとかね、まあ、ちょっとやっぱりいろいろうるさいのでね、あ、三女神は宗像三神ですね。宗像さん、参拝人から後ろの方ですね。お拙者が一周ぐるっとあるみたいなので、いくつか紹介して、とか、まあ、できるだけ紹介していきたいと思いますけど。こちら本殿ですね。これが多分クスノキだと思うんですけど、いつからなんだろう、すごいコブだね、僕が吹いたりすると神様に歓迎されているとよく言われますが、めちゃくちゃすごい突風なんですけど、大歓迎なんだろうか。飛ばされそうになりました。